聞いてるか、尾形。あ、はい、すみません。そりゃそうだろ、あいつは相当むっつりスケベと見たね。 D、 もしかして E だったか。示しています。ユイガさんが、ユイガさんがむっつりスケベだったなんて。尾形のやつ、もしの結果良くなかったみたいだからフォローしてやれよ。でも完璧な想定問答。最近まで F でしたが、先日の結果では G に。 G！ そんな判定ある？いかん、想定外だ。E が 20% 未満ということは、 F が 0% で G はマイナス 20%！ G でも少々ギリギリだったことは黙っておきましょう。気にするな、尾形。あくまで今の段階は、むしろ伸びしろがたっぷりあって俺はいいと思うぞ。もっと大きい方がいいと。俺もじゃあわかるよ、なかなか手応えがつかめない時って本当に苦しいもんな。触れないことがそれほどに苦痛だと。でもな、心配するな、俺は絶対諦めたりしないからな。なんとしても触るという固い意思表示。ダメです、絶対そんなのダメに決まってます。ダメなわけないだろ。私がここでうなずけば、ユイガさんは嬉しいですか？当たり前だろ。だからな、尾形。ユイガさん。もしの結果が悪かったくらいで、そんなに落ち込まれ。一瞬ですからね。ほんの一瞬触るだけですからね。尾形さん、触るって何の。